ことなんですけども、まあ言えばブラジリアン柔術ですから世界大会のようなもんですよ、うん、そうですよね、そこの優勝者がもう世界で一番ということになりますもんね、はい、世界大会っていうのが夏に、まあ、日本の季節で言えば夏にあるんです、その後にブラジレーロっていうのはあるんですけども、はい、ブラジル人が全員出てくるから、あの世界大会よりレベルが高いとされている、うん、そこで中井幸はもうペナ級で3位取ったんですよね、あ今うまく返しましたね、わずか3年半で黒帯